まず英単語は漏れなく覚えている分だけ文法面も強くなってくるということはこれ間違いないんですよ。あとは長文の練習からすることがもう言語道断に注意してほしい。受験生はスラッシュだけ切って自分のリズムで読んでいくとか、 M という修飾語の部分を飛ばして読む練習をしてみたいな、これ一番危険なパターンで、文法文取ってんのって聞いたら取ってませんとか、そういう練習したことないみたいな感じのことよく聞くんですけど、でそれもう苦手な子全員そう言ってる気がするのね。僕はそう思うんですよ。はい、どうもこんにちは。初見の文章を読み進める、第2弾ですね。今日は文法について話をしようと思います。で、まず文法なんですが、文章を読む法則というふうに書くので、皆さんはこれ文を読んでいくためのルールを学ぶもんが文法だと思ってください。決して、4択の、パターン化された形式を解くものではないということなんですね。はい。4択のね、文法問題を解いていくっていうのは、その、大学ごとによって出題がありますから、確かに対策としてはしないといけないんですけど、ただしそればっかりやっていたのもですね、実際に文章を読んでいく力にはなりません。というのは、初見の文章では毎回単語や文法という配列が違いますから、まあ一定の決まった形だけを解く練習をしてても、まあ結局はそれがですね、使えるレベルじゃないんですね。使えるものになっていないということなんですよ。ですから皆さんは文法の勉強で、問題集というものを使うよりも、まずは参考書、要は隅から隅までその文法が、説明されているものを一冊ね、手元に置いて、常に調べるものとして置いといた方がいいと思います。はい。で、実際じゃあどうやって文法をね、勉強していくかなんですが、まあ、その参考書の、初めからしっかりと読んで履修をしていってほしいんですけども、特にですね、品詞文型の部分は、これはもう徹底的に勉強していただきたいと思います。前回の動画では、単語についての重要性を述べましたが、あれは理由が簡単でね、単語が分かると文の意味が分かるだけじゃなくて、形が分かるんですよ。まあ形ってどういうことかって言ったら、例えばトムっていうのは、こいつは名詞ですよね。単にトムという意味だけではなくて、そういう、あ、こういう人の名前なんだってだけじゃなくて、トムということはそれは名詞で使うと。ね。あとは買う。バイですね。買うってことは、それはじゃあ動詞で使うんだみたいに、単語それぞれには意味と、そうした、形がね、伴ってくるということなんで、まず英単語は漏れなく覚えている分だけ文法面も強くなってくるということはこれ間違いないんですよ。はい。ですから、前にお話した、単語をまずしっかり覚えて、それがそれぞれ品詞を導きますね。品詞があれば、それが並んだ文型というのが自然と、取れるようになってきます。ですから単語、品詞、文型という順番で皆さんは初めて見る文章に全部文構造を打てていくことを目標にしていただきたいと思います。というのもね、学生の質問とか、まあ、苦手な子の話を聞いていると、文構造取ってんのって聞いたら取ってませんとか、そういう練習したことないみたいな感じのことをよく聞くんですけど、でそれもう苦手な子全員そう言ってる気がするんですね。僕はそう思うんですよ。ですから、まずは長文の練習からすることなんてもう言語道断で、これからね、新しい文章で初めての主張を見るわけですから、新しいことを学ぶには絶対にすでに知っていることがないとそれは読めるわけないので、まずは皆さんは毎回同じになってくる、まあ、品詞文型のところをこれ徹底的にマスターしてください。はい。で、とりわけ予備校で僕がこの品詞文型の、話をよくするのと、実際その訓練をかなりの期間させるんですが、理由は簡単で、毎回出るからです。どの文章にも品詞文型というのが絶対に出てくるからです。ですから、そのよく出るものをまず見て、しっかりと、文構造を取る練習をしていないと、結局ね、本番の英文では、その品詞文型って単純そうに見えるものでも、これが、to不定詞とか、動名詞とかっていうふうに、その応用形で出されますから、まず一番初めの土台の部分をしっかりと、見て、すべての英文に文構造が取れていないと。そうなると、やはりですね、その本番での初めて見る文章の構造が取れないというふうになってきます。はい。ですから、特に注意してほしい受験生は、スラッシュだけ切って、自分のリズムで読んでいくとか、ね。その、結局、自分のリズムで読むこと大事なんですけどね、最終的にね。ただし、相手が書く文章を読んでいくわけですから、どういう文の長さが来るかとか、どこでピリオドがいきなり突然現れるかなんか、これ文構造に沿っていかないと分かんない話なんですよ。
ですから必ず文法文で練習してください。あと S と V までは打てるけど O と C 構造が取れないとか M という修飾語の部分を飛ばして読む練習をしてるみたいな、これ一番危険なパターンで、与えられている単語一つ一つに目を通して飛ばし読みすることなく読むから筆者が言いたいことが正確にわかるわけだって、それを鼻からですね、文構造を無視したりとかいらない部分だから飛ばそうという訓練をしていると重要な部分でさえ、読み飛ばすことに絶対につながると思います。これは僕の経験でもそう思うから。ですからまずは一つ一つの単語を見て全て文構造を打てるというのを目標にしてほしいんですね。で、その品詞と文型のページをまずはしっかりと入念に見て、皆さんが今やっている、まあ、英語を読むね文章に全部文構造を打つ練習をしながら、それがあってじゃあその先に他の文法分野とか構文というのが積み重なって今後勉強できるようになります。結局はどの、文章にも品詞文型が出てくるということは、こっから出てくる応用形のやつも全部品詞文型を割り当てて勉強することができるっていう話なんで、はい、まあ、そこはまずはね、時間を惜しまずにですね、初めの勉強の部分で、まあ、品詞文型これ徹底的にねやってほしいと思います。はい、じゃあ、次回はですね、3回目として英文解釈について、詳しくのお話しますから、まずはここまでの、単語と、文法ですね、まあ、どういうふうに勉強するかを参考に皆さんはどんどん英語をね読んでいく練習をしてください。以上です。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。